トクタル・オンガル・バイウール・ヤウバキロフは、カザフス対空軍の軍人、宇宙飛行士、政治家である、飛行技師、航空流体力学技師、工学科学博士衛星の破片と飛行装置に対する、その作用、数学的モデル化、1998年、国シェタウ大学教授。アウバキロフは、1946年7月27日に、カザフソビエト社会主義共和国、 カラガンダ州カルカラリンスキー地区、5月1日、コリフォーズで生まれた。1969年、アルマビル飛行士高等軍事航空学校を卒業し、ソ連空軍の飛行士、編隊長、航空大隊副大隊長兼航空士を歴任した。1975年に飛行士兼学校、1976年に、ソ連航空産業省、ウランウで航空工場、 1977年に、エイミコヤン名称試験設計局、エム・グロモフ名称飛行試験研究所のテストパイロットを務めた。1979年、モスクワ航空大学を卒業。1989年、空母飛びりシのスキージャンプから初めてミグ -29K で罹患した。1991年、宇宙飛行士に選ばれ、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで、 一般宇宙訓練過程を終了した。1991年10月2日、彼は、ロシアのアレクサンドル・ボルコフ、オーストリアのフランツ・フィーベックと共に、ソユーズ TM-13 で、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられて8日間を宇宙で、過ごした。彼は、ソビエト連邦の宇宙飛行士の資格を持たずに、宇宙へ行った初めてのソビエト連邦市民となった。 商用宇宙飛行の予約が何件か詰まっていたが、カザフスタンとロシアの間でのバイコヌール宇宙、基地レンタルの合意が優先されて、彼の飛行が急がれたためである。1992年3月、カザフスタイ国家防衛委員会第一副議長、同年8月、国防第一次官1993年1月に、彼は、 科学、新技術時間研宇宙研究局長となり、同年2月、カザフスタン国立宇宙機関の最高責任者となった。1994年4月、最高会議国防、国家安全保障委員会委員長。1996年4月、大統領補佐官。1997年4月、大統領顧問。2000年4月、 カザフスタン共和国安全保障会議副書記。第12期と第13期のカザフスタン議会の議員も務め、現在はコンサルタントとして働いている。2004年10月13日、タルガトスユバイにより、カザフ最初の宇宙飛行士、トクタル・アウバキロフが出版された。トクタル・アウバキロフは、タチアナ・マリシェバと結婚しており、二人の子供ティムルとミハイルがいる。 カザフスタンの切手その外、ソ連功労テストパイロット、ソ連とカザフスタンの宇宙飛行士、カザフスタンの功労スポーツマスターの称号を有する。国士タウ氏名誉市民。ありがとうございます。